はい、こんにちは、レトルトと申します。スーパーマリオメーカー実況プレイ始めていきたいと思います。今回は任天堂の、公式職人であるこのインコ、鬼畜インコですよ。ちなみにこの2個目のコースも、難易度 5% 低いんだけど、このクリア率 0.48% っていうのは任天堂が生み出したコースの中で、最もクリアの難易度、クリア率が低いコースになっておりますね。で、初期のコースなんで中間があるかどうかも微妙に怪しいんだけど、まあ、どういったコースなんだろうということで、任天堂最強のコースに挑みたいと思います。インコ嫌いです。やっていきましょう。やっぱハトだね。これはとりあえずここを行くしかないのかな。おいおい、言うてね 0.… うわー、怖い怖い怖い。あ、今チャンス、オッケーオッケー。わ、これは難しい、難しいながらも一応クリアはいたしまして、うわーここは違うな。ここは任天堂の意図したそのな難しさというか難易度ではないな。で、今のスラッと いけた俺のこの腕ならいけんじゃないかなって思うんだよね。結構難しいじゃん、こういうとこもさ。おい、でも案外簡単か。ここはまだまだのとこなんだろうね、きっと。見とかなきゃダメとかある。よし、ワンナップいらないよ。お、ピースイッチ出たってことは、よし、オッケー。一応持っていきたいなっていう気持ちがあるけど。ほい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 、いらなかったか、コーラいらなかったか、コーラ、ほい、よし。なんか上にあるな、なんだろうあれ、トゲトゲがあるぞ、トゲトゲが。とりあえず上の段行って、こっち、これ、うわー、いらねえ。何のためなんだこれ。あ、なんか上にあるな、上が見えない。いや、でもこれいけないじゃん。なんか叩いても無理そうですね。こっちか。おい、なるほど、いけ、よし、オッケー、よし、オッケーオッケー。怖いな。何があんの、いらない、いらねー。でかい普通にキノコくれよ、ありがとう嬉しい、超嬉しい。ようやくここで初キノコだもんね。ここ登って、あ、これで壊せるなんのか、ここ。よしよし、怖いな。お前ちょっとあっち行ってからでいいわ。ここは慎重に行きましょう。これ中間内説あるな。よっしゃー、オッケー。なんて言うか、ラン、あ、ランするのか。いや、これでいいや。ついていかなきゃダメだったか、もしかして。あー、やったー、やったぞー俺はやったんだなんとかご利用しできました。ここが P スイッチかな、それ以外ないね。ってことは、上らへんから、ここから眺める形でいいかな。なに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 、うっとしい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 。あ、いらない。ちょ、サンバのリズムに合わせていくと死んじゃう説あるからね。おお、打ちましたか。よし、終われ、終わんじゃない。あ、水待つよ俺。このなんかビローンってやつはそのままほっといたら止まるんで、あと、あー、でもクリビーいいもんな。トゲの上、嘘、あ、ここら辺にいなきゃダメだな。ここら辺にいれば、この土管出たとこがボンボンボンセットの場所だから、ここら辺にいれば、これなんか上にぶつかるな。時の上ダメだなこれ。いやいや、難しい難しい難しい。あー、怖い。あー、こんなん、ここ俺、ここ、この遠さでこれ、ここまで戻るのに、これは心折れますわ。
怖い。よしよしよし、来た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 、で、で、で、終わりか。よし終われ。あ、怖い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 、危ない危ない危ない、早く入って、外か、外でいいのか。え、何何ここ、なんか一番初めの水中バージョンみたいな場所に出たな。あの、初めにいた場所の。怖っ。いや、もう死ねないぞ、ほんとに。もうほんとに一番初めの水中バージョンだ。同じことするってことかな。あ、水の中でも転がるんだね。え、あんな火あったか？追っていくってこと？火やめろや。火やめろ、火。ちょっと。あ、あ、火が壊してくれないと、火の協力なくしてはダメってこと？いや、怖いな、火。水中だと、甲羅の共同こうなるんだね。え？あ、来た来た。来たかな？あれ壊してくれるかな？ちょっとやめろ！危ねえ。ダメじゃん。あ、でも。いいよいいよ。時間ある？何この難易度。おかしいでしょ、これ。火来いよ。火来てくれよ。バーン。あれ？ P スイッチある。どういうこと？どういうこと？なんで P スイッチあんの？さっきの、さっき P スイッチどこ行ったの？でも、そのなんていうの、初めのとこの水中版なんだとしたら P スイッチはあるはずだよね、普通に考えたら。どういうこと？さっきもよっぽど運なかったんだな。落ちてくんの怖い。あの甲羅怖い。ああ、ああ、あ、これ P スイッチかな。頼むー、もうやり直したくない。中間地点ないのってこんなにも厳しかったの。どっちだ？タルートある。矢印こっち出てるけど、あ、やっぱこれ P スイッチだよな。どっちが正解なんだろう。いや、でもこっち、せっかく P スイッチ使いながら行くんだったら、こっちの方がギリギリなんじゃないのって思っちゃうけどね。難しいんじゃないのっていう。任天堂いいよ、そこに来てこの主張いらないだろう。いやー、でもなんかちょっと行くのが難しい方の方が正解っていうのが、やっぱゲームの常というかね。本当に正解なのかこれ。わー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 、ちょっと、わー、あー、でもどっちだこれ、下からかな。今のあれクッパ追いかけてくるパターンかな。こっち行ってみるか。なんかパワーアップアイテムとかがあればいいんだけど、ちょっと危険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 。ここかいくぐれるか、これ。クッパの弾道によんのか。よし、オッケー。どういうルートだ、これ。クッパと合うルートじゃないの、これ。いや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 、あ、ファイヤー。え、何このルート、あれも無限ファイヤーか。めっちゃいいんじゃん。これ倒せばもう出てこないみたいな話？やばいやばい、なんかファイヤーがミッキーみたいに、こう3つ重ねてミッキーみたいに見えてきた。急ぎ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 。水中だと連打しにくいな。ばらけろばらけろ。ファイヤーの弾道が、よし、どこ行った、どこ行った、いる、
わわ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 余裕、水中のこいつカス。水中のこいつ最弱じゃん。空飛びるのもんだもんな。イエーイ。これもよくも俺をここまで苦しめてくれたな。あっちや。お前あっちやぞ。チャークソ。この角度。怖いな怖いな。最悪ファイヤーは。もしかしてこれで終わるとかあるんじゃない？難しい難しい。これで、おお。やっぱ下の方下の方。よし完璧。終わりじゃない？終わりでいいよね。うわぁ、死にさらせ。こいつら、わわわわわわ。お魚さん、お魚さん、魚魚魚、焼き魚焼き魚、焼き魚にして、焼き魚にして、よしよし、殺して殺して。時間があんま時間ないぞ。ここ歩けるな。よし、こいつらは下の軌道には来ないっぽい。ファイヤーの弾幕を、うわあ、マリオが焼き魚になるよ、こんなん。跳ね返っちゃダメなんだよな。いいよいいよ。時間ねー。で、いや、いたでしょ、いたでしょ、いたでしょ。最悪。最悪、最悪、最悪。ほんと最悪。いやいやいや、ここ突破、ここ突破。なになに、うわ、上にいる、上にいる。あー、やめて、かまして、かまして。いやいや、ちょっと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 、嘘でしょ？ひどくない？それは。こっからだよ、こっから。で、こいつらも、ファイヤーがあれば余裕なわけだよ。わあ忘れてたというか、さっき見たのに。時間ねー。こいつはでも倒したいな。しょで、くそ、急いだほうがいい。わあ、雲が潰されていってる。なんか出てる、なんか出てる、なんか出てんじゃん。真ん中だけ出てないな。真ん中だけ出てない。ってことは真ん中だ。よっしゃ、入った。オッケー、終わりじゃない。ここか。走るか、最後こういって、いけー。これラストでしょ、ラスト、ラスト。死にたくね、ほんと死にたくね。やったー、長かったー。いやー、長かったー。はぁ、インコ嫌い、ほんとに。いや、でもこれは 0.43% も、3% だな。中間がないもんね。中間がないことのこの難易度の 0.48 か。いや、このベストタイム出した人ももう死んでんもん、なんか顔が。そりゃそんな顔にもなるよ。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。なんとかクリアすることができましたね。まあ、最難関かもしんないけど、まあでも、俺的にはこの、クリアできなかったこの、これかな。これがガチで難しかったですね。初代なんだったっけな。これがすげえ難しくて。これもまあ最終的に難易度が、ドッと下がる可能性あるけど、 0.52% だから。まあこれはまあちょっと当分まだ置いとくとして。はい、ということで、なんとかクリアできてよかったです。ご視聴ありがとうございました。最難関だったね。レトルトさーん。
やったー。よーし、オッケー。